イラワラ地域はオーストラリアニューサウスウェールズ州の地域名。シドニーヌ真南、サウスコースト地域の北側に位置する。西側はイラワラ断崖と呼ばれる断崖が迫る。東側は太平洋に面している。通常、シティオブウロンゴンを中心とするウロンゴン都市圏と重複している地域である。イイラワラとはアボリジニの言葉で5つの島を意味する。 イラワラ断崖この地域の平野部は、北部は狭く、南に行くにつれ広がる地形である。地域の北部には、ロイヤルナショナルパークが広がる。地域の中央部には、イラワラ湖がある。地域行政区分、イラワラ地域には、以下の5つの地方公共団体で構成される。地域の産業の中心は、農業、石炭の採掘、製鉄業である。 オーストラリア最大の鉄鋼メーカーである、ブルースコープスチールの製鉄所がポート・ケンブラにある。ポート・ケンブラ及びウロンゴンは、この地域の工業の中心であったが、1990年代、イラワラ地域は、シドニーからは、複数の公共交通機関が連結している。高速道路のサザンフリーウェイとシティレールのサウスコースト線である。また、 西には高速道路のイラワラハイウェイがつながると同時に南にはプリンスズハイウェイが伸びる。アルビオンパークレールにはイラワラ地域空港がある。ウィンスタジアムバスケットボールイラワラホークスは1979年に NBL が創設以降この地域を代表するバスケットボールチームである。2001年シーズンにはタウンズビルクロックスを破りリーグチャンピオンになっている。 サッカーウロンゴンウルブスはオーストラリアンナショナルサッカーリーグに参加しているサッカークラブであった。ウルブスは2004年の A リーグのセレクションに選出されずウロンゴン FC としてニューサウスウェールズプレミアリーグに参加することとなった。ウロンゴン FC は2008年に破綻しウロンゴンコミュニティ FC がこれを継承した。ラグビーイラワラ地域には イラワラ・スティーラーズというラグビーリーグのチームがあったこともある。1980年に結成されたスティーラーズは、1998年にセント・ジョージ・イラワラ・ドラゴンズとなった。ウィン・スタジアムをホーム・スタジアムとしている。ノーザン・イーラワラ。n o r t h e r n i l l a r r a c o m au2007 年3月22日閲覧。 ありがとうございます。